南東コース1番373ヤードミドルホール、素直に攻めて心地よいスタートを切りたいところ。南東コースで最も距離のある緩やかな上り傾斜のミドルホールです。このホールはティーグラウンドからグリーンまで緩やかな上り傾斜です。ティーショットは右サイドのバンカーを避けてフェアウェイを狙ってください。またセカンドショットも緩やかな上りでショートしやすいので、ワンクラブぐらい大きめのクラブで打つことをお勧めします。